フィリングハウゼンの戦い、または、フェリングハウゼンの戦いは7年戦争中の1761年7月15日から7月16日まで、フランスの大軍に対し、フェルディナント・フォン・ブラウン・シュバイク・ボルフェン・ビュッテル率いる、イギリス・ドイツ連合軍が勝利した戦闘。フランスの二人の将軍ブロイコとスービーズーは、それぞれ一軍を率いていたが、1761年7月に合流して、 ブラウンシュバイク・ボルフェンビュッテル公使、カール・ビルヘルム・フェルディナントを重要な拠点である、リップシュタットから追い出そうとした。フリードリ・ヒフォン・シュペルケン率いる連合軍の増援が到着したことで、フェルディナント軍は6万5000人に膨れ上がったが、それでもフランス軍の9万人より少なかった。プロイセンハノーファーイギリスの連合軍は山に沿って、陣地を構え、その北には、リッペ川、中央には、 アーセカワが通っていたフランス軍は7月15日に進軍。北のブロイン軍はハインリヒビルヘルムホン・ブートギナウ率いるドイツ軍に攻撃を仕掛けたが、そのすぐ南にいるグランビー公爵率いるイギリス部隊はブートギナウを支援し、フランスの突撃は失敗して戦局が膠着した。その夜、両軍の増援がそれぞれ到着し、フェルギナントは右翼の部隊を引き抜いて、 左翼を補強した。翌日の朝、ブロイ軍は、連合軍左翼への攻撃を続け、スービーズ軍が弱い連合軍右翼を攻撃することを期待した。しかし、スービーズ港とブロイ港の階級が同じだったため、スービーズ港は、ブロイ港に命令されることを嫌い、小規模な攻撃しかしなかった。そのすぐ後、ウルフ将軍率いる連合軍の増援が到着し、 リッペ川に沿って、フランス軍を側面から攻撃、ブロイ軍の攻撃を中止させて撤退させた。正午頃には、フランス軍全軍が撤退を始め、戦闘はこれで終わった。戦闘の記念非戦勝の知らせに、イギリス全体が歓喜し、大ピットは条約交渉での態度を降下させた。敗北にもかかわらず、フランス軍は数でイギリス軍を上回り続けており、 進行を続けたが、ブロイ軍とスービーズ軍は再び分かれて、独自に進軍した。しかし、どちらもイギリス軍に押し返され、1762年にはカッセルを失った。1763年のパリ条約で、フランス軍は残りの占領地からも撤退した。ありがとうございます。